皆さん、こんにちは。国立環境研究所気候変動適応センターの非常課です。本日は2月28日に公表された IPCC 第2作業部会第6次評価報告書の政策決定者向け要約の見どころについて紹介します。 IPCC は3つの作業部会から構成されており、第2作業部会は気候変動による影響への適応、要因となる脆弱性に関して評価します。この報告書は第2作業部会の6回目の報告書となります。今回の政策決定者向け要約の構成を示します。前回とおよそ同じですが、適応策と気候変動のリジリエンスな開発により重きが置かれています。この報告書では AR5 よりも気候、生態系、生物多様性、人間社会の相互依存性に注目し、自然科学のみならず人文社会科学の知見まで幅広く引用しています。127に及ぶ気候変動リスクを特定しました。また、適応の推進には科学的知識だけではなく多様な形態の知識に価値があるとしています。 AR6 では変革的な適応に焦点を当てており、緩和と適応を共に実施するプロセスの重要性を強調しています。繰り返しとなりますが、この報告書では気候、生態系、人間社会の結合システム間の相互作用に強く焦点を当てています。これらの相互作用はリスクを引き起こす基礎となりますが、同時に将来のレジリエンスを確立する機会を提供するとしています。まず、観測された影響ですが、気候変動の悪影響が自然と人間に対して広範囲に生じていることが明らかとなりました。もちろん、悪影響を低減させる努力は一部なされているものの、生態系、インフラ、食料と水の安全保障、健康、都市環境、経済、人道援助などへの悪影響が確認されています。観測された影響は長期間のデータに基づき検出されるものです。また、人間社会と気候変動の影響が相まって生じる場合が多いため、気候変動の影響が生じていたとしてもそれを検出することは容易ではありませんでした。しかしながら、科学的知見の集積に伴い新しい報告書が公表されるにつれて、気候変動による影響が明らかになりつつあります。これは2001年公表の第3次評価報告書で示された観測された影響の図です。非常に限られた証拠しかないことがわかります。こちらは2007年公表の第4次評価報告書で示された観測された影響の図です。第3次より増えていますが、欧米とロシアなど先進国の一部の地域で複数の証拠が示されたものが元となります。これは途上国で影響が生じていないわけではなく、データに基づいた分析とそれを英語で論文化したものがなかったためです。これは2014年公表の第5次評価報告書で示された観測された影響の図です。世界中で様々な分野、項目で影響が生じていることは分かってきましたが、網羅的に整理することはまだできませんでした。この図は今回の報告書のもので、生態系において観測された気候変動影響を地域別に整理したものです。生態系の構造の変化、すなわちそこに生息する生物群が変わること、生息域の移動、時期の変化の3つの視点からまとめています。気候変動が原因で特定できた影響が多数見られることが一目瞭然です。こちらは人間システムにおいて観測された気候変動影響を地域別に整理したものです。色の濃さは気候変動が原因であると確信度が高いもので、マイナスは悪い影響、プラスマイナスは良い影響と悪い影響のいずれも増大したことを示しています。様々な悪影響を生じていることが明らかとなりました。これまでは気候変動のハザードに注目した影響が中心でしたが、今回、脆弱性と暴露により踏み込んだ評価を行っています。予測されるリスクに関しては、2021年から2040年程度の短期的には、例えば 1.5 度目標を達成したとしても、また適応がうまくいかないと損失や損害は全てをなくすことはできないと述べられています。2041年から2100年の中長期的なリスクに関しては、緩和によって温暖化をどの水準でとどめることができるのか、適応にどの程度取り組めるのかによって、そのリスクの程度は異なると述べられています。この図はバーニングアンバーといって、5つの懸念材料における気温上昇とリスクの関係を示しています。5つ全てにおいて低い温暖化レベルでは、リスクレベルが AR5 よりも高いから非常に高くなると評価しました。1.5度特別報告書からさらに科学的知見を積み重ね、革新度を付与するとともに、適応策の程度によるリスクの違いも示されました。
さらに、地域別のバーニングワンバーも示されています。残念ながら、リスクの図表がない地域もまだありますが、それはその地域内にリスクがないということではありません。これまで一つの分野やその項目に関する研究が主に進められてきました。しかしながら、気候変動が進むにつれ、その影響が広範囲にわたり、例えば将来の海面上昇と高潮及び豪雨の組み合わせによる複合的な洪水リスクや、山火事のように生態系と種、人間社会、経済活動及び健康に連鎖的な影響を出る可能性があることも明らかになってきました。また、新たな知見として、一時的なオーバーシュートによる影響に関する研究はまだ限られていますが、1.5度以下にとどまる場合と比べて深刻かつ追加的なリスクに直面することが分かりました。システムの遷移と代表的な使用リスクごとに整理された気候対応適応策について、地球規模での短期及び温暖化1.5度までの多次元的な実現可能性も評価されました。気候対応適応策をシステム遷移と代表的な使用リスクについて整理され、生態系とリスクにさらされている社会集団リスクを低減する可能性の高い能力について地球規模で評価しています。また、17の SDGs との関係も評価されました。2014年の AR5 と比べて、適応への取り組みは世界中で見られるようになったことは大きな進歩です。しかしながら、その多くは近視眼的な取り組みとなっており、課題があることも明らかになりました。適応策は将来の気候変動リスクを低減することは可能ですが、その実現可能性は部門や地域によって異なり、温暖化が進むと適応の効果は低下してしまいます。これまでの報告書では、適用の定義やその取り組み方などについて述べられてきました。今回の報告書では、これまでの報告書からさらに踏み込んで、適用の限界について言及しています。2014年以降、適用への多くの取り組みがなされてきましたが、残念なことに失敗している事例も増えてきていることが分かりました。適用策の実施を可能とする状況は、政策、制度から財政面まで包括的な取り組みが必要と述べています。気候にレジリエントな開発とは、適応策とそれを可能にする条件と緩和と統合し、すべての人のための持続可能な開発を推進することです。しかしながら、温暖化の進行や気候変動リスクによって悪化される脆弱性や社会的、経済的不平等によって、気候にレジリエントな開発の機会はますます厳しくなってきていると述べています。これは2014年公表の第5次評価書で示された機械の空間及び気候にレジリエントな経路の図です。私たちの意思決定によってレジリエンスやリスクの程度が決まることが示されています。この図は今回の報告書で作成されました。先ほどの図をもとに、気候レジリエントパスウェイがいかに複数の領域における社会の選択と行動の累積の結果であるかを説明しています。コロナなどの気候変動以外のショックについても考えなくてはならないことを示しています。気候にレジリエントな開発には、政府、市民、民間部門、すべての関係者が取り組まなくてはなりません。そのためには政治的な指導力、制度、財源、気候サービス、情報、意思決定支援ツールなど、多岐にわたる支援が求められています。都市化は気候にレジリエントな開発に寄与するとともに、都市域のみならず農村域の適応能力を大幅に高めると述べています。しかしながら、市場主義の都市化やグレーインフラへの重点的な取り組み、無計画な土地利用計画は適用の機会を逃し、適用の失敗を導く危険性も指摘しています。日本でも取り組みが始まっていますが、生物多様性及び生態系の保護や生態系を生かした気候変動適用の重要性が注目されています。緩和のみならず、次の10年間が適用にとっても非常に重要な時期になることが示されています。もちろん、緩和への取り組みがなければ適用の効果も非常に限定的になってしまいます。まとめです。気候変動の悪影響はすでに広範囲に及び、1.5度目標を達成したとしても、そのリスクはゼロにならないことが示されました。また、将来のリスクは我々の緩和努力に依存しています。さらに、適用の選択肢は存在するものの、すでに失敗している例もあり、今後10年の緩和適用の取り組みが気候にレジリエントな開発にとって非常に重要だと述べられています。最後までご覧いただきありがとうございました。テキストメインの解説でしたが、少しでも気候変動適用に興味を持っていただければ幸いです。国立環境研究所では、A プラットに特集ページを開設し、AR6 の情報のみならず、関連する国内外の情報を更新予定です。ぜひご覧ください。
以上、加谷崎でした。